にちは、ココアです。今日はスナイデルホームでパジャマを購入したので、そちらを紹介していきたいと思います。はい、ということで今回はスナイデルホームっていう、知っている人が多いかと思うんですけど、スナイデルのルームウェアだったりパジャマだったりが売っているっていう感じになっているんですけど、そこでねずっと気になっていて欲しいなと思っていたんですけど、まだ買ったことがなかったんですけど、今回は初めてお買い物をしてみました。ということで、この動画が気になっているという方で、チャンネル登録まで済んでいないという方はチャンネル登録ボタンからチャンネル登録と隣にあるベルマークをタップして通知をオンにしてから見ていてください。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで早速やっていきましょう。ではスタート。はい、ということでやっていきます。スナイデルのパジャマとかが出てからずっと欲しいなと思っていたんですけど、最近だったらアリエルのモチーフのパジャマとかが売られていたりしているかなと思うんですけど、それをね可愛いなと思っていたんですけど、私が行ったところはもう売り切れということでなかったんですけど、別のねものを購入してきました。では紹介していきます。はい、ということでまずじゃーん、ショッパーはこんな感じです。シンプルなショッパーで、ここにスナイデルホームって書いてあります。こういう感じのショッパーに入っています。全体的にクリームっぽい色味で、普通のスナイデルとはちょっと違った感じのショッパーになっているかなと思います。この動画を見てくれている方は、もしかしたら私の動画を初めて見たっていう方もいるかと思うんですけど、私の動画ではハイブランド購入品紹介だったりをアップしているので、ぜひねそちらの動画も見てみてください。で、私はスナイデルでお買い物をしたことがなかったんですけど、いつもパジャマとかはジェラピケで買っているんですけど、スナイデルもいいなと思ったので買ってみました。ちなみにこのショッパーは確か有料とかだったと思います。はい、で中はこういう感じです。こんな感じで入っています。じゃあここから出して紹介したいと思います。もうちょっと見えてるんですけど、今回は実際に着てみたいとこもするので、ぜひ最後まで見ていてください。ちなみに今着ているパジャマもジラピケのものです。でちなみに今年のジラピケの購入品多分アップされると思うので、そちらの動画もぜひ楽しみに待っていてください。ではこちらを今回買ってきたものを紹介していきます。中はこういう感じで入ってます。はい、こんな感じの布の袋に入ってました。ということで今回購入したものが、じゃーん、こういう感じのパジャマを購入しました。パジャマとルームウェアが売っていたんですけど、スナイデルホームでは結構よくお店とかで見に行っていたんですけど、なかなか買っていなくて、で今回初めて購入してみました。こういうセットアップで私は購入したんですけど、別売りのものになっています。まず上から紹介していくんですけど、上がこういう感じです。こういうめちゃくちゃ生地が柔らかくって、生地はなんかジェラピケに似ているかなっていう感じなんですけど、私はなんかモコモコしたパジャマとか、すごいサテンみたいなパジャマだったり、あまり伸縮性がないパジャマがあまり好きではないので、こういう伸縮性がある柔らかい素材っていうのを探していて、このやつがあったので買ってみました。で、柄は最初なんだろうと思ったんですけど、多分よく見ると猫の柄になっていて、ちょっと本当にわかりにくいんですけど、こういう部分とか猫のモチーフになっています。よく見るとわかるんですけど、遠くから見るとこうなんかただ線みたいな感じに見えるかと思うんですけど、で色は白とブラウンみたいな、ベージュみたいな感じの色です。すごい大人っぽい感じのキャラクターモチーフとか、私はジェラピケではよく買っているんですけど、これは大人っぽめなパジャマになっています。タグはこういう感じです。すごい大人っぽくて可愛い。でこんな感じで、この生地はめちゃくちゃ薄くて柔らかい感じ、ちょっと毛羽立ちやすそうな感じの素材なんですけど、こんな感じ。ここで見ると分かりやすいかなと思うんですけど、この部分が猫のモチーフっていう感じになっています。全体的に総柄でこういう感じの長袖のパジャマ、シンプルな形のザ・パジャマみたいな感じのパジャマになっています。で、胸の部分にポケットがあって、前がボタンのこういう感じです。すっごい着やすそう。はい、私はあんまりこういう大人っぽいデザインは買わないんですけど、これはちょっと買ってみました。すごい薄い感じなので、透ける感じとかはあるかなっていう感じなんですけど、こういう感じのパジャマを購入してみました。めちゃくちゃ触り心地がいいので、すごい着やすそうです。で、後で実際に着てみたいと思います。そして長ズボンがこういう感じの下っていう感じになっています。
で、この太ももら辺ぐらいのところは生地が二重になっていて裏地がついている感じなので、あんまり透け感とかは気にならないかなっていう感じで、ウエストは全部ゴムなので、たくさん食べても大丈夫っていう感じです。で、柄とかは全く同じ、色味も全く同じで、ちなみにこれは色違いで他の色もあったんですけど、この色がいいなと思ったので、これにしました。で、このパンツの後ろの部分にポケットがついているっていう感じで、これは長ズボンのこういうパジャマです。パジャマは私はセットアップで着るのが好きなので、上下合わせて購入しました。こんな感じ。下も同じ素材でめちゃくちゃ着やすそうです。柄はこういう感じです。たまにはこういう大人っぽいものもすごくおしゃれで可愛いんじゃないかなと思って購入してみました。他にもね、すごく可愛いパジャマがあったんですけど、このセットアップで今回は購入しました。とりあえず一つだけ買ったっていう感じなんですけど、すごい着やすそうなので、またね、買いたいなと思います。はい、ということで、今回の購入品はこの2つでした。こういうすごい伸縮性があって柔らかい素材のパジャマを欲しかったので、スナイデルで可愛いのがあったので購入してみました。すごいね、新しいパジャマ欲しいなと思っていたのでこれを買ってみました。ジェラピケと似たような感じの素材なんですけど、ジェラピケよりちょっと高いぐらいのお値段っていう感じで、こんな感じです。ということで、今回の購入品はこの2つセットアップで購入をしました。すごいね、柄とかもパジャマっぽい感じの柄で可愛いなと思います。ではこれを着てお見せしたいと思います。はい、ということで買ったパジャマに着替えてみました。こんな感じです。まず下はこういう感じでセットアップで着ているんですけど、結構私が着るとこの太ももら辺がピタッとする感じで、あとは緩いって感じ、すごい着やすいです。素材がそんなに厚くなくて薄いので、冬だけじゃなくて夏にも着られるんじゃないかなと思います。結構冷房とかで寒くなったりするので着られるんじゃないかなと思います。こんな感じで、お尻が160センチぐらいで、この上の部分が隠れるぐらいの長さっていう感じです。そんなに透け感は気にならなくて、ちょっとこの上の部分が生地が二重になっていないので、ちょっとインナーが透けちゃうかなっていう感じなんですけど、今中にタンクトップを着ているんですけど、上はこんな感じ、すごい可愛いです。で、ゆるっと着られる感じで、ザ・パジャマっていう感じのデザインになっています。はい、ということでね、実際に着てみるとこんな感じでした。今夏なんですけど、長袖長ズボンのパジャマを買ってみました。こんな感じです。上がこんな感じで、下がこういう感じです。はい、ということで実際に着てみた感じはこんな感じでした。めちゃくちゃ可愛いし着やすいので、なんかすごいサラサラした感じになっていて、すごい買ってよかったなと思います。またね、スナイデルホームの方でも買って購入品紹介アップしたいと思うので、ぜひ次回の動画も楽しみに待っていてください。いつもパジャマはジェラピケだけ買っていたんですけど、これからはスナイデルホームとかでも買いたいなと思います。結構ジェラピケよりスナイデルホームの方がなんか大人っぽい感じで、キャラクターものとかがあまりなかったり、色味とかも同じピンクでもこういうちょっとベージュっぽいピンクが多かったので、あんまり買っていなかったんですけど、一回買ってみたいなということでこれを買ってみました。またね、気に入るものがあれば買いたいなと思います。ということで、今回は1セットだけということで、この2着のセットアップを購入したんですけど、今回の動画はこれで終わりたいと思います。
はい、ということで今回はスナイデルホームで初パジャマを購入してみたということで購入品紹介を撮ってみました。こんな感じの購入品だったんですけど、ぜひまだ多分売ってると思うので気になった方は購入してみてください。初めて買ってみたんですけどすごく良かったのでまた買いたいなと思います。と欲しい欲しいと思っていたんですけどなかなか買っていなかったので買えて良かったなと思います。ということでこの動画を見て皆さんに楽しんでいただけていたら嬉しいです。このパジャマを着て動画を撮る機会もある方と思うんですけど、こんな感じの今回は購入品になっています。ということで動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。私の動画ではハイブランド購入品紹介や Vlog などの動画を投稿しているので、チャンネル登録まだ済んでいないという方はチャンネル登録ボタンからチャンネル登録と隣にあるベルマークをタップして通知をオンの方よろしくお願いします。グッドボタンの方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。